ゴマは、コンゴ民主共和国東部の都市、北キブ州の州都。キブ湖の北岸にあり、東には国境を挟んで、ルワンダの犠牲にと接する。第一交代の西リフトバレーにあり、活火山のニーラゴンゴ山の河口の南約13から18キロメートルに位置する。ベルギーによる植民地支配時代から、ルワンダ系移民及び難民が流入し、ルワンダ紛争以降、第一次、 コンゴ戦争及び第二次コンゴ戦争の発端となり、規部紛争の主要な係争地となっている。ルワンダ紛争に伴い普通形政権は犠牲に暫定政府を置いた。1994年7月ルワンダ愛国戦線が全土を制圧すると7月13日から14日の間に毎時1万から1万2000人の難民がゴマにも押し寄せ。 大古地方の難民危機の現場の一つとなった。避難所、水、食料が不足する人道危機となって、これらも蔓延した。国際連合難民高等弁務官事務所がこれに対応し、駒には自衛隊も派遣された。ルワンダ難民は、不系が多くそれ以前からの土系難民や、バニャムレンゲと呼ばれる、今後在住の土系と対立した。旧政権関係者は、 ルワンダ解放軍として反ルワンダ政府活動を続けた。1997年、モブツセセセコはバニャームレンゲの放棄によりガンダ及びルワンダの支援するコンゴザイール解放民主勢力連合により追放された。アドフィルを率いたローラン・カビラが大統領に就任するとバニャームレンゲの排除をはじめ、1998年バニャムレンゲはコンゴ民主連合を結成して、 再度放棄した。今後民主連合は分裂し、ルワンダの支援する勢力はゴマ派を形成した。ルワンダ勢は東部一帯を支配下において金、ダイヤモンド、コルタンなどを略奪した。旧ルワンダ軍勢力はルワンダ解放民主軍としてこれに対抗した。2003年に和平合意が成立したが、今後民主連合などの反政府勢力は FDLR の討伐などを名目として活動を続けた。2007年9月ルツルを拠点とするローラン・組んだ、率いる人民防衛国民会議の発選強の軍勢が、ゴマ北西の町、マシシを襲った。国際連合今後民主共和国ミッションのヘリが政府軍兵士をゴマ国際空港を経由してマシシに輸送した。2008年10月27日、 ローラン・クンダの率いる人民防衛国民会議の軍勢が、ゴマに迫り、20万人の住民が避難した。2012年11月20日から同月30日にかけて、ルワンダとウガンダの支援を受けた反対性武装勢力3月23日運動が、市内を占拠、略奪が生じた。衛星画像から作成された CG。手前にゴマと、犠牲にの死骸、右が、 ニーラゴンゴ3、左奥がニアムラギラ32002年1月、ニーラゴンゴ3が幅200メートルから1キロメートル、厚さ2メートルに及ぶ溶岩流を伴って噴火した。溶岩流のうち2つが市外に達し、1つがゴマ国際空港の滑走路をかすめて、キブコハンに及んだ。研究者たちが観測していたため、ゴマの市民の大半は警報され、犠牲に避難した。 溶岩により、市街の40%、4500個以上が全壊した。ガスによる犠牲者もあった。溶岩は、衛星画像でも容易に確認できる。ゴマより、北の森や山岳は、マウンテンゴリラやカバの生息地で、ビルンガ国立公園に指定されている。キブコは、アフリカで知られている、大量の溶性ガスが、深層に閉じ込められている三つの湖の一つで、 有名な例はニオス湖に見られる。キブコではニオス湖の2000倍の二酸化炭素とメタンが溶解していると見られ、2002年1月のニーラゴンゴ山の噴火に伴い溶岩がゴマ市街から湖畔に及び、湖水爆発によるガス災害の危険性があり、200万人に被害が及ぶ恐れがあった。ケッペンの気候区分ではサバナ気候に区分される。赤道付近であるが、 標高約1500メートルと高地に位置する都市のため、冷涼な気候である。寒気は6月から8月の間で、若干降水量が減少する。寒気の間も特に高温にならず、年間を通して、最高気温は、摂氏25度前後である。市街地北部に、ゴマ国際空港があり、北部湖畔には、計130メートルの4つの埠頭がある。国道2号は、 北紀部州北東部紅から、ごま、部株を通り、無部ジ前に至る。ありがとうございます。